YouTube を聞いてくれているあなた、こんにちは。今日は G3 が2レースありました。東京競馬場11レースの東京新聞杯と中京競馬場11レースの如月賞でした。この YouTube での競馬の目的は、競馬で決める練習をして、どこ屋さんやどこ夫さんからできなくされてきた決断力をつけることです。私の場合は独身なので、独父さんと独母さんからできなくされてきた決断力をつけることです。それともう一つ、2月はある仮説の検証作業をしています。その仮説とは、重賞 G2 と G3 は5番人気から10番人気の1頭を軸にして、馬連で上位から流せば回収率が上がる、この仮説を検証しています。今日も1つ、いや2つ回収率を上げる研究で2歩前進しました。今日の2レースは2レースとも上位1から4番人気での2頭での決着でした。東京新聞杯は1着が4番人気、馬番11番のイルシブパンサーくん、2着は1番人気馬番6番のファインルージュちゃんでした。もし馬連で100円買ったとして、馬券が当たっていれば払い戻しは1000円でした。如月賞は1着が2番人気馬番2番のマテンローレオくん、2着が3番人気3番のダンテスビューくんでした。こっちは100円買ったとして馬券が当たっていた場合は払い戻しが790円でした。上位人気で決着した場合は、今日のオッズでは600円馬券を購入していたら、だいたい利益が400円前後になることが分かりました。決める練習としては、今回2レースとも上位の4頭がとても強いなと思ったので、中間5番人気から10番人気で1頭軸を決めるのがとっても難しかったです。東京新聞杯の方は、もし上位人気以外で1着もしくは2着に来るとしたら、内枠先行か外枠の追い込みのどちらか、東京競馬場は開催4日目でスピードが速くなる高速決着になるとしたら、内枠先行の方が有利になるんじゃないかなということで、内枠先行の中から7番人気馬番1番の青いクレアトール君を軸に選びました。如月賞の方の軸を選ぶ根拠として、2021年12月にあった G1 レースのホープフルステークスを使いました。その時のホープフルステークスに出ていたおにゃんこぽんくんという馬が、先月1月の重賞京成杯で1着になったことで、ホープフルステークスの出走組は強いのではないかと考えました。この如月賞の5番人気から10番人気のうち2頭、ホープフルステークスの出走組がいて、そのうち上がりタイムの早い方、6番人気のアスクワイルドモア君を軸に決めました。今日も決断力の練習と仮説検証ができた反面、やっぱり馬券を買う以上当たりたいっていう気持ちは強いし、今日は外れたので悲しいです。でも競馬重賞は毎週毎週やってきます。来週は土曜日に1レース、日曜日に2レース、合計3レースも重賞があります。決断力をつける練習と回収率を上げるための検証作業がさらに進んでいきます。今月は最後になったんですが、私は芝の
重賞レースしか馬券を買いません。今月は芝の重賞が10レースあります。10レース中何レースが当てはまってどれくらいの回収率になるのか、来週の仮説検証結果も楽しみにしてくださいね。あなたのご視聴とチャンネル登録が私の勇気になっています。ありがとうございます。